こんにちは。今回は福岡中央郵便局とイオンショッパーズ福岡の建て替えについて紹介していきたいと思います。福岡市による再開発事業天神ビッグバンの開発計画が相次ぐ中、天神駅の北に位置する福岡中央郵便局とイオンショッパーズ福岡が2030年代に建て替えられることになりました。天神ビッグバンを活用し、2つのビルの跡地に高層ビルが建てられます。まず福岡中央郵便局を建て替えて、その後にイオンショッパーズ福岡の再開発に入る方針です。福岡中央郵便局が工事中の時は一時的に窓口機能をイオンショッパーズ福岡に移転させる方針です。新しいビルは天神地下街と地下通路でつなぐほか、地上と地下を結ぶエレベーターも設置してバリアフリーの動線を確保します。また郵便局の前には西鉄バスのバス停がありますが、新しいビルではバスを待つ客が滞留できる空間も設ける計画です。日本郵政グループは各地で郵便局を高層化し、商業ビルやオフィスを中心とした複合ビルを建設しており、福岡でもこの事業に着手されることになりました。この他にも全国20カ所の不動産が再開発の候補に指定されていて、合計5000億円を投資する方針が示されています。福岡中央郵便局は1982年竣工で、敷地面積は約4700平方メートルです。窓口業務のほか、福岡市中央区全域と博多区の一部の集配業務も担っています。天神交差点の南側では大規模な建て替え計画が複数進んでいましたが、北側ではこれまで目立った動きがありませんでした。天神北エリアは地権者が多い物件もあり、合意形成が難しかったとのことですが、今回の計画が天神北エリアの目玉事業になりそうです。このチャンネルでは福岡の再開発状況などを配信しております。今後の活動の大きな励みとなるので、もしよろしければチャンネル登録、高評価をしていただけると大変ありがたいです。それではご視聴ありがとうございました。